時間はまだあるからって、そういうふうにしてられないんだ。時間はまだあるからって。
カズさん、弁当です。今、山の上にいます。まあ、和歌山祭りもですね。では、カズさん、いただきます。
Oh. もう全然食べた。やっぱりあそこの弁償がとんかつですね。とんかつ。無事ですね。そしたら、なんかメニューうまいんだよ。これが長盆地長ひげですね。あの山の向こうはもう大阪です。
人の集団が来てます。こっちを観察してます。修理の状況はどうなっているかといいますとですね、ここね、鹿が、こっちか、鹿見える、おいしゅうございました。今日もごちそうさまです。では